皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて、5月1日からのお元気特集は、楽しみながら気づけば健康、ケントレールサイド公園と題し、3月末にオープンしたケントレールサイド公園の魅力をご紹介します。ケントレールサイド公園の健康増進広場は、国立循環器病研究センターと市立吹田市民病院の監修を受けたウォーキングコースと健康遊具を配置。それらの体験レポートもありますよ。体験レポートは報復 Z、 ぜひご覧ください。この番組は J コムチャンネル11チャンネルで毎日お昼の3時からと夜10時から放送しています。また YouTube でもご覧いただけます。吹田市お元気で検索してみてくださいね。